はい、こんにちは、こんばんは、ガンゾーです。さて、FIFA19 選手キャリアモードの続きをやっていきたいと思います。前回、横浜 F マリノスに勝利をいたしまして、順位は第3位となっております。はい、こんな順位でございます。で、他のね、他クラブの順位はこのようになっております。で、またしてもね、アウェーの一戦ではございますが、アウェー2連戦でね、2連勝するとチームとしては非常に勢いが出ますので、連勝を狙ってやっていきましょう。こんにちは、西岡明彦です。さあ、柏レイソル第10秒岩田の試合でございます。快晴ですね。まあ、ゴールデンウィークの真っ只中、5月5日にこのチームにとっては開催ですからね。まあいいじゃないですか、子供の日、快晴、絶好のサッカー日和です。それ以上の成績を残しています。さあ行きましょう。この調子を維持していきたいですね。柏戦ですからね、あれですな、5月5日だったんで、まあ実際見に行ったんですけど、柏餅を食べた記憶がありますね。柏を食うということで、5月5日だし、売ってるじゃないですか、いろんなところでね。 OK、大人になって柏餅なんてね、あんま食べないよ。けど、この時ぐらいは食べたね、さすがに。柏を食うっつってね。今日もながらね、柏食ってやろうかなと思います。OK。危ねえ。いやー、なんだよ、それ。それ、なにそれ。やめてー。てってってー。いやー、なんだよそれー、それー、なにーそれー、やめてー、てってってー。 OK、 これはスローインになります。てってってー。 OK、 よし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 、いいよ。うーん、相手に渡ります。ちょっと待ってくれ。OK。前がいないからそのまま行け。OK。これ以上ない。いや、惜しい。よかったよ、ガンゾ。OK。ボールはラインを割りました。いいよ、このコーナーキックを生かしていこうぜ、コーナーキック。うん。前方に運びました。クリアうめえな。いやー、待ってくれ。味方を使うでしょうか。すごいクロスだ。やだ、危ねえ。ボールを弾く。危ねえ。コーナー付近からのスローインで再開です。ボルンがでかすぎるんだよ。このシュートはバーをかすめます。いやー、怖。オッケー。田口大志。オッケー。アダユートン。外。よし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 。うん、弱すぎる。まあでもシュートでね、終わったっていうのはいいんじゃないでしょうか。お、なんか怪我してんの相手選手。あ、嘘、取れんかった。あ、オルンが負傷ってなってんじゃん。ごめん、負傷させるつもりはなかったよ。危ねえ、ナイスキーパー、ナイスキーパーすぎる。 OK、危なかった。ナイスキーパーすぎんだけど。ちょっと待ってよ、全然いいとこなしじゃない。さっきは苦し紛れのシュート1本だけじゃん。ここ、うわー、嘘、それ通ってねえんだ。カットしました。ここはどうするでしょうか。危ねえ。オッケー。おい、健太郎。いやー、もったいない、本当にもったいない。パス弱えんだよな。未だスコアレスです。前半が終了。いやー、ハーフタイムは危ないシーンばっかりだったな。いかがでしたか。まあ、よく耐えてるよ。さあ、後半戦しっかりね、ゴール決めていきましょう。ガンゾーはね、ちょっとゴールを取るのがあなたの仕事ですから、ちょっとその辺をね、もうちょっとゴールに、いやー、もうなんだよ、
ゴールに絡む小泉圭シュートとかをね積極的に打ってほしい。ガンゾーには厳しくいこう。ガンゾー甘やかさない。がっちりキャッチします。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。よし、さあ行こう。 OK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  よく見えてた。ガンゾー嘘。このボールは重要です。てってって亀川まさし。いや、あら、切っとって。うわー、取れん。パスは完全に読んでいた。うっそ。オッケー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 。体を当てて取る。奪った。無理にパス出そうとしすぎだな。取って、あら、切っとって。振り抜いた。このシュートブロックされました。これはどうなりますか。オッケー。よしよしよし。いやー、もったいない。本当にもったいない。桜内渚。オッケー。川又健吾。ボールを奪いに来ています。よし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 。このパスは鮮やか。いやー、クロスの質が悪い。選手の交代があるようです。両チームともに準備しています。もう前蹴れ前蹴れ。オッケー。川又に仕掛けてボールを奪いました。よっしゃ、川又健吾決定的だ。素晴らしい。90分にゴール、さすがだよ。勝ち越しゴールが生まれました。よしよしよし。いやー、いいね。ニアをぶち抜いてやったぜ。油断できませんよ。終了直前にドラマ。まあ今ね、こぼれてもガンゾーが中にいるっていうのがあって思いっきり打ちました。このゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。よし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 レフリーのホイッスルが鳴って、よし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 。いや、ほとんどいい試合じゃなかったですけど、最後の最後にきっちりとゴールを決めて効率よく点を取っていましたよ。勝ちました。はい、というわけでガンゾーのレートは 6.6。 まあそうですね、そんなにいい数字じゃないんですけど、その通りかなっていう気がします。そんなに見せ場もなかったんで、こんなもんじゃないかなっていう気がしますね。川又選手の方が全然良かった。途中から出てきたのにかかわらずしっかりとね決めるあたり、まだまだですね、エースストライカーへの道は。はい、というわけで今日は柏レイソルとの一戦でございました。見事にね、終了間際にゴールをねじ込みまして、アウェー2連勝でございます。いやー、本当に最後の最後でしたよ。ギリギリだった。で、次はカップ戦のマークですね。カップ戦があるようです。その前にね、選手の成長とかトレーニングとかを済ませて、次節ね、コンサドーレ札幌戦の方に臨んでいきたいなと思います。はい、というわけで、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今後も頑張っていきたいなと思いますので、応援もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。